あなたの力で未来の街を作ろう、静岡産業大学経営学部の岩本武則です。よろしくお願いいたします。今日はこのテーマでお話をさせていただきます。簡単に自己紹介、させてください。私は静岡市の出身であります。先ほど今経営学部と申しましたが、経営学の専門家とは少し違っていて、私は工学という分野で学位を取得しています。工学は社会のあらゆる理論をいろいろ組み合わせて様々な問題を解いていく、そんなようなイメージで私は考えています。そんなことから私のなりわいと言われているものがあって、それは社会の課題をビジネスで解くということになります。小さな頃から様々な興味があったんですが、根深く今でも残っている興味が一個だけあります。それはなぜ人は行動するのかということです。どうしてわざわざ高いものを買うのか、なぜこの人は怒るんだろうか、なぜ、わざわざ遠回りをするのかだとか、さまざまな人間の行動のなぜということを考えていくと、どうやら私たち人間が意思決定するときの因果関係というものを解きやすくなるようなんです。こんなような興味から私は今の研究、大きく分けて2つの分野に専門の分野を持っています。それは一つに、私たちが住んでいて幸せだなって思えるような街づくりをどうするのか、それから私たち人間の脳で考えている、本当に欲するような起点に立った時に人はどういうサービスや商品を欲しいのかなという脳の仕組みを活用したサービス設計、この2つを都市社会工学、それからニューロマーケティングと呼んでいます。今日そんな私がお伝えするポイントはたった一つです。社会の私たちが住んでいる街の課題をどうやったら解決できるのか、その一歩を皆さんと勉強していきたいと思います。街の課題や地域の課題、いろんな表現の方法ありますが、この街の課題、皆さんが住んでいる街と言われているそこの課題というものを今一度皆さんにも少しイメージしながらこの後進んでいただきたいなと思います。私自身は大学生はもちろんのこと、皆様のような高校生の年代の生徒さんとお話することも結構多かったりします。そんなところでよく聞くことの一つとして、空き家が増えてるよねとか、周りの大人たちが少し生活習慣病に悩んでるんじゃないかだとか、特に中山間地域に行くと交通手段に困るよね、最近だとフードロスという言葉も聞かれるようになってきました。さまざまな課題を考えるときに、私は2つに分けて考えることにしています。一つここに線を引いてみる、0という数字を加えてみましょう。そうするとプラスの世界とマイナスの世界っていうのがあります。このマイナスの世界はどう考えているかというと、すでに今解かなければいけない喫緊の課題というふうにイメージしています。そしてプラス側の方は、今は特に心配しなくてもいいのかもしれない、だけれどこれから先未来こんなことが起こるかもしれないねということで、あらかじめ対応するべき課題というふうに考えています。この日本だけではありません。世界各国でさまざまな課題があるわけですけれども、いろんな人たちが、いろんな専門家の人たちがこぞってその対応をしていくように今社会が頑張っています。そんな矢先に、私はある時にこんな記事を見つけました。これは日経新聞のデジタル版の記事なんですが、さまざまな地域にさまざまな課題があるんですけれども、その多くがどうやら失敗してしまってるというようなニュアンスの記事だったんです。なぜだろう、なんで課題がはっきりしているのに、いろんな人たち専門家が考えているのに、対応できないんだろう、すごく不思議に思いましたし、すごく難しい問題なんだろうというふうに思ったんです。そう、ここで一つの問題が、いや疑問が生まれてくるような気がするんです。これは真の課題なのかということなんです。そうすると真の課題でなければ考えたアイデアだって正しくないんじゃないかということになる。つまり
私たちは町の課題が解けないまま、解決できない謎にどうやら悩まされているんじゃないかということなんです。このように町の課題を考えていく上には、多くの人、多くの目線、多様な多角的な目線によって広く視野を持たなければいけないような気がする。ここには間違いがないんです。この後、町の課題を解いていくためにはどうしたらいいのかということを皆さんと考えていくために、皆さんと少しゲームをしたいなと思います。題して、真の課題を発見するセンスチェックです。はい、お題は2題出します。皆さんのお手元にメモをしながらチャレンジしていただいても構いません。では1つ目申し上げます。ご覧いただいている9つの点を4本の直線で一筆書きにして結んでほしいんです。9つの点を4本の直線で一筆書きにして結んでください。これを制限時間30秒で行ってほしいと思います。それでは始めてください。はい、30秒が経過しました。この9つの点、多くの方が悩む問題だというふうに思うんですけれども、日本人の多くはですね、この9つの点の中だけで完結して書こうとします。私はこういうふうに書いてみました。いっそのことはみ出しちゃえ。1本目はみ出したんだったら2本目もはみ出してしまえ、3本目もはみ出してしまえ、4本目もその域でいけ、というふうに4本の直線をこのように枠の外から考えてみたんです。そうなんです。これは私は枠外思考と呼んでいます。枠の外から考える。例えば人間の悩みとかでもそうですけれども、悩みがあったとして自分の視点だけで考えていると、もうその枠内でしか解決しません。ところが誰かに吐露する、誰かに話す、もしくは第三者の視点を入れてみると、途端に枠の外からものを考えてくれる。自分が見えてなかったところもたくさん見えてくるわけです。このように地域の課題を解くときには、多くの方のご意見、多くの方の視点というものを一度取り入れてみるというのも一つの可能性であるかというふうに思います。さあ、次にもう一つ解いてほしいな、チャレンジしてほしいなっていう問いがあります。私が今から申し上げることをきれいに、そして丁寧に表現してください。きれいに、そして丁寧に表現してください。ヒントはそれだけです。富士山を書いてください。富士山を書いてください。こちらも30秒です。始めてください。はい、30秒が経ちました。私がお願いしたかった富士山は、今ご覧になっていただいているひらがなの文字の富士山です。どれぐらいの方がこの富士山を描いていただいたんでしょうか。多くの方はもしかしたら絵の富士山を一生懸命描いてくださったかもしれません。実は私は絵ではなく字を描いてほしかったわけです。人間が誰しも持っている決めつけや思い込みがそうさせたのかもしれません。これを俗に言うコミュニケーションギャップに置き換えてみても考えやすいかもしれないんです。そう、これを心理学の人たちはアンコンシャスバイアス、無意識の偏見、決めつけであるというふうに表現することもあります。地域の問題はこれである、課題はこうだというふうにして決めつけてしまうと、途端にそれ以上の思考が及ばない、こういうことになるわけです。じゃあ具体的に考えていきましょう。まず、中山間地域、いわゆるこう山あいのところですよね。そこの移動問題を考えてみるんです。例えばバスが走ってないってことはよく言われます。だから移動ができない高齢者がいるんだ。確かにこれは事実です。じゃあタクシーのようないつでも呼んで好きなところに来てもらえるようなものを使えばいいじゃんっていうと、これは料金も高いし、なかなか大変なことになる。であれば、バスとタクシーを足して2で割ったような、バスのように乗り合うことができて、タクシーのように柔軟性のあるような、そんな手段を考えたらいいよね、とかっていう、もっとこの枠の外からものを考えるっていう発想になってきます。
最近は MaaS、モビリティアザサービスというサービスの一つの事例ですけれども、相乗りのタクシーが世の中でいっぱい走り出しています。ただ重要なのは、こういった手段が重要なのではなくて、この高齢者の方々の思いを聞いていくと、通院したい、それからお買い物に行きたい、誰かに会いたいということが目的であり、彼らの課題なんです。ここに力点を置いてください。そして次です。同じように山あいの移動について考えています。お子さんたちだってそうです。バスがないと、今度は教育を受けることができなくなる可能性がある。学校に行くというのが彼らの課題であり目的なんです。そうした目的に合わせてサービスを考えるからこそ、いろいろなサービスのアイデアが出てくる。バスじゃなきゃダメ、タクシーだけじゃなきゃダメというのは、そこで思考が止まってしまいやすいような気がします。少しもう一度だけ考えてみてほしいんです。我々が持っている人口減少や空き家の問題、それから生活習慣病や交通手段の不足、あるいはこの食品ロスといったものは本当の課題かどうかということです。この図を見てください。この図の表面に当たるところを今サインしています。そしてそのボトルとなる、いわゆる根っこの部分です。この図を見てください。この表面のところが私たちが見ている人口減少のような、いわゆるこの結果論のところです。しかし、結果には必ず原因があります。つまり、根のところが原因に当たるわけです。この原因、なぜそれが起きているのかというところに行き着かないと、結局のところ課題を解決することができないのではないかというのが私からの提案です。この紐付けのことを因果関係と言います。皆さんにこれから地域課題を解く考え方、そのヒントをお伝えします。困っている人や悩んでいる人がいたら、人は何をしたいのかという目的を問うことです。その上で、ふさわしい手段や方法を考えて行動する。どうやら私たちは、この方法や手段から考えてしまいがちなんです。手段が目的になってしまう。これではいけない。この人は何をしたいのか、そしてふさわしい手段や方法を考えて行動することで、初めて笑顔や元気が生まれてくるんです。町の課題を解くためのメッセージ。私はマルコ・ポーロという方が好きなところもあるんですけれども、東方見聞録という有名な著述があります。そこの中で、見て聞いてというところがありますね。で、この見て聞いて、そしてその後に何世紀か経って今の現代はさらに動くということをプラスして考えると非常に素晴らしい皆さんのこれからの街の課題を解くヒントになるんじゃないかなと思います。見る聞くというのはこのような講義のようにインプットするということです。で、インプットした知識や経験をどういうふうにして皆さんの実体験、このノウハウに変えていくのかというと、やはり動くということ、アウトプットするということです。言い換えれば予習と復習を丹念にこう繰り返していくということですね。ここの部分を非常に重要視していただきたいなと思います。だから皆さんは必ず現場に行ってほしいんです。そして現場に行ったら、それに対して自分たちはどう考えるかということを一生懸命になって思考して、それを実行に移してほしいなと思います。はい。で、本学の学生、みんなで一緒にやっているプロジェクトもいろいろあるんですけれども、そのうちの一つとして、地域産品のブランディング、一見不要になっちゃうものをですね、こう必要に変えるということをご紹介していきたいなと思います。これは静岡市にですね、あるんですけど、この静前という、持ち宗港、それから清水港ですね、それから由比港という三つの港があるんですが、そこで取れるマグロ、シラス、それから桜エビ、有名ですけれども、この3商品をですね、もっともっと世の中に広めていきたい。じゃあ何が不要かというと、実は規格外品というものがあって、これ捨てられてしまうものがあるんです。で、このものをもっともっと漁師さんたちの思いも汲んで、使えるようにしていきたい。味は絶対に劣らないので、いいものだから届けていきたい。ということを着目して、捨てられるもののはずだったものを必要なものに変えて世の中にもっともっと発信していくようなこんなプロジェクトもあるわけです。何が地域の課題かというと、そういうふうに廃棄してしまうことでありますし、
そしてせっかく取ってくれた漁師さんたちのご苦労もあります。もっと地域のものを広めて、もっともっと若者と言われている皆さんのような世代に理解していただけるような、こんなプロジェクトにもつながっていったりします。はい、皆さんへの宿題です。目の前に悩んでいる人がいるとします。皆さんはその人を救うためにまず最初に何をしますか？これが未来の街を作る第一歩です。学びを結果に変えて明るい未来を歩んでください。この学びを実現できる静岡産業大学でお待ちしています。どうもありがとうございました。